動チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。ハチこと八谷すみです。皆さん、買い物に行った時にですね、ポイントカードって使いますか？私はめちゃくちゃ使っていまして、そうするとですね、全然使わないお店のポイントカードとかも、財布の中に溢れていると。大体お察しいただけると思うんですけど、爆発しているというかですね、すっごいことにですね、財布がなっていますと。で、このポイントカードって結構よくある使い方の例として、500ポイントとか、結構キリがいいとこまで溜まった時に、1000円分の買い物をしましたと。そうすると、1000円分のうち500円分はポイントで払いますよ。残りは現金なり、キャッシュレス、クレジットなりで、結局自分から出していくお金、実質500円で買い物しますよみたいな感じになるかなと思うんですけど、そうした使い方ができるですね、お得な切符っていうのがですね、今 JR 西日本から出ていまして、これ名前をですね、 JWEST ポイント特急券と言います。これもですね、まさに一部をポイントで払いますよっていう仕組みになっていて、結構その鉄道系の、ポイントプログラムといいますか、いろいろ貯めたやつを使いますよっていうのって、大体何ポイント貯まったらこれと交換、グリーン券と交換しますよとか、そういった感じが多くてですね、一部ポイント、一部現金、またはクレジットとか、自分で払うみたいな感じの仕組みっていうのは結構珍しいんじゃないかなというふうに思いました。で、これ名前から見てわかるように、JWEST ポイント特急券なので、特急券に関するお得な切符の話題です。で、先に紹介しておくと、JWEST ポイントってなんじゃいっていう感じなんですけど、これは JR 西日本のクレジットカードですね、JWEST っていう。そこのポイントプログラムになってきまして、これが例えばどこで買い物をするとどんだけ還元されるかとか、そういう話をしていくと、このコンテンツ終わりが見えなさそうなので、そこは割愛しますと。で、この JWEST ポイント特急券っていうのの方に話本題移っていくんですけど、これはですね、さっきもちらっと言ったんですけど、発売額、料金の一部にポイントを充填っていうか、充当しますよと。で、残りについてはクレジット決済で払っていきますよというもので、これ発売の対象がですね、西日本ですので、 JR の山陽新幹線になってきます。で、今回のこの JWEST ポイント特急券、具体的に2種類に分かれていまして、1つが500ポイントバージョン、もう1つが3000ポイントバージョンになってきます。で、これどう違うのかっていうのを端的に説明しますと、500ポイントバージョンというのは、発売額がありますよと。そのうちここまで、500円分は500ポイントを当ててくださいねと。で、残りについてはクレジットカードで払ってくださいねっていうもの。で、もう一つの方ですね、3000ポイントについてもやっぱり同様で、お値段あるうち3000円分は3000ポイント使ってくださいよと。で、残りクレジットで払ってくださいねっていう仕組みなんですけど、これなんでこんな2つあるのかなって見比べた時、面白いなと思ったのが、3000ポイントバージョンの方が、3000円分ポイント使うので、実質こう払う金額も減るんですけど、そもそもそのポイントと、クレジットで払う分の合計をした時にですね、3000ポイントの方が安くできている、発売額がちょっとお得になっているっていうのがですね、面白くて、そうやって言われてしまうと、3000ポイントの方で申し込もうかなっていう風に人の心って動くかなと思います。実際もしかしたら JR 西日本側もそういう意図といいますか、なるべくポイント使ってくださいねっていう意図があるのかなという風に感じてます。で、これ一体どれぐらい値段が違うのかとか、そもそも各区間どれぐらいで買えるのかっていうのはですね、全部載せると図がめちゃくちゃちっちゃくなってしまうので、一部主要な区間にしてきました。例えばこれ新大阪から広島までっていうのはですね、500ポイントバージョンの場合は発売額が4120円になってきます。で、このうち500円分っていうのはさっき言ったようにポイントで支払うので、ここから500円を引いて、実際に自分の方からお金出ていく額っていうのは3620円になってきます。これいいですよね。で、この同じ区間ですね、新大阪から広島、この3000ポイントバージョンの方を見ていきますと、こちらはですね、なんとですね、発売額もですね、300円、500円ほどですかね、ワンコイン分安くなっていて、3800円、300円ほどですかね、すみません、500円も安くないや、計算できませんでした。300円ほど安くて3800円ですよと。しかもこのうち3000円分っていうのはポイントで支払うということで、実際に自分の手元から出ていくお金、クレジットで払う額っていうのは800円になるので、いいですよね。なんかこうお小遣い感覚で、新大阪から広島まで行けちゃうぞっていう感じになってきます。
で、ちょっとこれまた違うのがですね、じゃあ全部3000ポイントバージョンにすればいいやんっていう感じなんですけど、実はこれ500ポイントバージョンについては、まあ、山陽新幹線の短い区間も含めて、まあ、各区間で発売、まあ、設定がなされている一方で、3000ポイントについてはやっぱりちょっと遠くないと、ある一定の距離がないと設定がなされていません。で、これなんでかなと思ったんですけど、そもそも区間が短いとですね、3000円分に特急料金満たないっていうのがあるので、おそらくここが境目というか、まあ、設定があるかないかの違いなのかなというふうに考えています。で、まあ、これ特に注意点みたいなのはないんですけど、まあ、やっぱりクレジットカードを使う性質上、まあ、J ウエストポイントカードの会員であることですね、まあ、そこが前提な上に、まあ、いいご予約とネット予約システム限定の発売になってきます。あとこれ、あの特急券という性質上、別途ですね、有効な乗車券というのは買わなくてはいけません。で、結構あの物によっては特急券乗車券がセットになってお得な切符とか多いんですけど、まあ、個人的にはこの特急だけ別みたいな、乗車券と特急バラで買える方がありがたいので、まあ、注意点というよりはメリットかなというふうに考えています。で、これですね、実はその通年で発売されるものではなくて、まあ、2022年の8月にスタートして、一応利用期間、発売期間っていうのが10月末までになってきます。3ヶ月ほどの命ですね。ただこれ、まあ当日でも買うことできますし、何よりもこう利用除外日っていうのが設定されてないので、例えばなんか急にちょっと山陽新幹線でお出かけがしなきゃいけなくなったぞっていう時に、なんとなくこうですね、あんまりお金かけたくないなっていう時とかに、ここぞとばかりに使ってもいいのかなというふうに思いました。じゃあ今日はこの辺にします。ありがとうございました。